はようございます。インフラ明けの1週目、テレックも始めちゃってるし、これが痛いよ、これが痛いよ、もうこれで痛くないでしょ。痛いよ、これが痛い。あ、痛くないね。でも気持ちずっと痛い。それちょっと楽しい、軽く落とすの。いけそうだよ、これだよ。これならいける、これなら実際いける。まずこれで行きたい。結局達也さんに会いに行きたいんだけどさ、お金がないんだよね。はい、これで変わってあげたい。いいよね。次のメニューやって。次ちょっとハム軽め行きましょうよ。ハム、ハム、軽くないじゃん。2セットですか？1セットですよ。キープ、キープなしですか？やった、だいぶ楽や。20回よ。何セット？3セット。2セット。キープないから3セット。無理無理。じゃあテレックに3セットやって、俺2セットで。つるわ。無理無理。つる。ちょっとね、伊藤くんね、2週ぐらい空いてるからね。俺もなんなら俺の方から病み上がりな。いい、2週、3週空いてる俺。その前の週も行ってない。3週空いてるもん、トレーニング。でも自分でやってるって言ってたじゃん。やってるよ、こんな使ってないもん。やってないんだ。やってる、これだけパコンってあげるのを。この人、やってるやってる詐欺ですよ、これ。こうやって、蹴り上げる。自分でトレーニングやってるって言ってたけど、今3週間ぶりって言いました。やってないです。こんなに辛いのは3週間ぶり。やってるよ、やってるやってる。バレました。毎晩行ってるもん。バレました。毎晩絶対嘘。毎晩行ってる。100% 嘘。いや、本当だって毎晩行ってる。でね、なんか、テレックがさ、前にさ、使ってたセブンドリームズの8番アイアンあるじゃん。覚えてる？あ、家に置いた。家に置いたやつ。あの8番アイアンを持って、シミュレーションゴルフ行って、その帰りについでにちょっとトレーニングしてくれてくる。あれ、してた。してるよ。トレーニング器具を見て帰ってくるだけ。そんなことない。そんな、あば、釣るこっち。持ってる、上がるじゃん。はい。伸びきってるな。よいしょ。大体わかります。無理無理。もうトレーニングサボったら元気だよ。あの、もう元気いっぱいされてるから、もうこれ以上いいです。マジでしんどいんですから。契約金以下のお金しかもらえなくて、最近歌えようかな。仕事してますよ。でこっちなんかさ、風邪ひいてさ、心筋梗塞だろ、ニンニク注射打ちに行って1週間も休んでるって人に言われたくないよ。俺とここで50歳違うけどね。よし、早い早い、ちょっと早い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 。ちょっと休憩、休憩足りない。休憩長いと逆にしんどい。そんなことない。見てみ、自分の身体を。まだいつか飛ぶのか知らないけど、追いついた。いや、追いついてないでしょ。冬場にやんなくれない。この人なんかワンラウンドで10回オーバードライブしたら10万円くれるらしいんで、マジで勝ちますから。10回は絶対オーバードライブされないね。あとこの前だとオーバードライブしたら1回か2回でしょ。とりあえず秋山かなんか行って刻み倒さなきゃいけないホールで10ホール勝ちます。全部ドライバーで行くんだよ。わかんないよマジ。俺ドライバーで打ってないじゃん。この前だって自分でさ、カルドニアの練習でさ、最後さ、ちょっと勝負、俺のドライバーと勝負のスプーンで飛距離勝負しようって自分で言ったじゃん。余裕で勝ったけどね。勝ってねえだろ、ドライバーと変わんなかったと思う、俺のスプーン。全然もう10倍ぐらいちゃった。ふざけんのマジ。ドライバーってカルドニアの奥のグリーンに届かないし、飛ばないよ。着実に距離伸びてるんで、今もうちょっとで、ね、多分ショートさんに追いつきますから。あのね、
翔太さんの2番ユーティリティに追いつきますから。言っていいですか。この前も翔太さんと一緒に動画で言ったけど、冬場は飛ぶ人飛ばなくなるのに、こういう飛ばないプレイヤーは変わらないから、冬も夏も関係ない。夏だと40ヤード置いていけるから。それ技術だから。それも技術。知らねえよ。こういう人たちはもう冬寒いから体回んないって言うけど、俺はもうそれを見越して1時間アップしてから行ってるから関係ないです。俺と翔さんノーアッププレイヤーだ。あそこにカメラあるの。どうですか、一緒に映ってみたい。普通に前を通る。足だけ出演しました。あった人一緒に出たいと思わない。無理ちょっと待って、もうちょっと寝てから。膝が無理、もうちょっときついきつい。これ何回ですか？20の1。これ1セットでいいっすか？1セット、まず1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、11、はい、12、13、14、15、16、17、18、これ前10回じゃなかった？20、10回だったよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。バカ野郎、反発するんだから体は。筋肉ついたら出てるみたいな。どうしたの？腕立て1日1回やってから。習慣つける。すごいね。絶対20回じゃなくて、エラボクシング。渋いだろ。ちょっと高くない最初ちょっと低めから。大丈夫だよ。大して痛くないよ。大して痛くないよ。大して痛くないから早く。幸せだ。お前たちはあれなの、遊んで前トレーニングしてる間はいいよな。会長に入って結構気持ち悪いな。押したらしいね。はい、どれですか？50回、100回、ちょっと田中さん失礼しません。100回。今の田中さん、ちょっと海老蔵みたいな。これを背中に乗せて、もうバランス取りながら。なんか言ってる、勝手にやってそれ、はい、自分でね、言ったからね、100回それね。100回それ、これやってみちょっと。100回それ。これいいよ。はい、やめなさい、はい、100回。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89
自分ずっとこれ乗せてやれよ。まあ、ロマンあれ。俺やんないから。
ラインがいっぱい来たから、向き合い落としたらゼロから、ちゃんと乗せてよ。だからじゃあこう生きてるやつをこうしてここにかけながら、首にかけ首にかけたら死ぬじゃん。大丈夫大丈夫、後ろに行ったら落ちるだけ。ここでここにかけて、はーい。よっぽど鍛えないとダメだな。毎日これに顎つくんだし、顎つけて。もうお兄さん、後で動画見て分かると思うけど、こんぐらいしか下がってない。本当に。お前運動不足解消の運動してるだけだから、トレーニングじゃない。でも鍛えれば80でもああなれるんだな。これきつい。びっくりしたよ。5回ね。5回これだったら受けたらやるよ。あと5回やってくれ。これきつい。これいい、これ。すごい体幹の意識できる。待って、ちょっと乗せて。もう今30回しかやってないからまだ。これ乗せてやってみ。もう箱もさすがに箱もだけどね。もう何回やったっけ、10回やったんだけどね。あと20回。いや、いらないから、いらない、もうこれ。かばせま10回。かばせま。ちょっとおかしい。おじさん、静かにしててね、そのお菓子。静かに、無言で。あ、オッケーオッケー、それそれ。おじさん、風貌がそうじゃなかったらさ、めちゃくちゃいいおじさんなのにね。風貌が悪すぎるよね、何にも悪いことしてないのにね。そう、この二人並ぶと昔みたいだよ。生まれた頃こんな感じだもん。終わり。あと10回じゃん。本日終わり。終了。あと腹筋。あと10回やったら。田中さん、あと腹筋です。腹筋やりましょう、腹筋。僕、腹筋やりたいんですよ。お腹をちょっとね、締めたいんですよ。腹筋はやりますから。腹筋はもう足も。腕もきつすぎて、腹筋だけです、できるのは。にしてもらえませんか。田中さん、終わりでいいですか。終わりです。さよなら、また。お疲れ様でした。次回の動画でお会いしましょう。疲れた。